さん、こんにちは。リズム運動の休止が続いていますが、皆さんお元気ですか？運動不足になっていませんか？今日はお家で簡単にできる脳トレの第2弾です。皆さんと楽しくやっていきましょう。椅子に腰掛けている方は、浅く椅子に腰掛けて行うようにしてください。まずは両手を組んでいきましょう。8の字にゆっくりと手首を動かしていきましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、もう一度いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、手をほどきます。そうしましたら軽く手を縦に振っていきましょう。1、2、4、5、6、7、8、はい、下ろしましょう。右足からゆっくりと足踏みしていきましょう。手をしっかりと振っていきましょう。椅子に座ってやられる方は、高く足を上げたりするのは大変ですので、かかとで足踏みをしながら動いてみてください。では行きましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、もう一度、1、2、3、4、5、6、7、8、できる方は今度はももを高く上げていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、では今度は足踏みをしながら数を数えていきますが、右手がグー、左手はパー、右手は小指から、左手は親指から数えていきましょう。右足からいきましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では手を入れ替えましょう。右手がパー、左手がグーです。右手は親指、左手は小指から数を数えていきましょう。右足からスタートです。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、手を下ろしましょう。そうしましたら両手胸元でグーにしましょう。右手を前でチョキにします。左手を上でパーにしていきましょう。胸元にグーに戻しましょう。今度は手を入れ替えますので、左手がチョキ、右手が上でパーとなります。では行ってみましょう。グーチョキパッ、グーチョキパッ、グーチョキパッ、グーチョキパッ。戻します。今度はチョキとパーを同時に出してみましょう。グーチョキパッ、グーチョキパッ、グーチョキパッ、グーチョキパッ。戻します。そうしましたら少しカウントで早めに動いてみましょう。右手が前でチョキからいきます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、もう一度いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。戻します。今度は右手を前でパーと出しますが、左足を前に出していきましょう。右手が前で左足が前です。戻します。反対です。戻す、はい、1、2、3、4、5、6、7、もう一度いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。また右手がパーです。今度は左足横に出していきましょう。座っている方は大変ですので、斜め前にかかとをついて出してみてください。反対いきます。はい、戻す、はい、1、2、3、4、5、6。もう一度いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。くりと下ろしましょう。今回の脳トレはいかがでしたか？体操の動画もありますので、皆さんぜひ挑戦してみてください。ステイホームを健康に楽しく過ごしていきましょう。リズム運動についてもっと詳しく知りたい方は、区のホームページをご覧いただくか、こちらまでお電話ください。